こんにちは。3611徳島支部の岩崎よしみです。私は子供がまだ学生なので、子供を学校に朝行かせた後に、9時くらいから自分の時間かな、その自分の好きな時間に合わせてミシンをしたりいろいろやってます。普段の休日を見せたいと思います。シェフです。これが最近私の中ですごくテンションが上がって買った布があるので紹介したいと思います。見てください。このバービーシリーズの布はちょっと高くてなかなか買えないんですけど、ちょっとバーゲンがあって思わずこれは嬉しいと思って買いました。でこれも紐ね、紐もバーゲンでこんなにいっぱいで、これが、一緒についてた布で、例えばこれでしょうか。よし、ちょっと見てください。よいしょ。ヘルメットをレース中にヘルメットをかぶったりするときにこうやって、普通の布だったらこういう風にかぶれないんですけど、これはなんと伸びる布で、こんな布に出会えることがなかなかないんだけど、それですごくテンション上がったんですけど、前髪も落ちてこないし、こう化粧しててもこのヘルメットのパッドにも化粧が映らなくて汚くならないし、あとここからよく水が入るんですよね、水しぶきが。だけどここで意外とここで止まってくれたりとか重宝してます。これをもうテンション上がってむちゃくちゃいっぱい作ったんだけど、こんなには使わないので、仲良しの選手仲間に分けていきたいと思います。今回はこれとこれにしよう。これとこの布を使って、ミシンでチクチクしていきたいと思います。こんな写し方でいいのかな。このおい我が家の愛犬アワビくん、アワビです。まあ常に寝てます。これが私の愛用のコンピューターミシンです。私が結婚した時、仲間とか先輩後輩がみんな10人くらいかな、みんなでお金を出し合ってお祝いに買ってくれて、20何年愛用してます。これが一度も故障したことなくて、すっごくもう頼りになる相棒です。でこれが刺繍糸です。今回はこれ、選手によっていろいろ違うんですけど、私はゲージ箱に使ってます。ゲージをプロペラを叩く時のゲージっていうんですね。旦那がこれで新しく買い替えたので、これにカバーをつけようと思います。かわいい。やっぱテンション上がるね。布がいいとやっぱりテンション上がります。これはでもミシンが好きな人じゃないと面白みがわからんよな。何個でもずっとできます。で何でもできる。やっぱりこれもほつれないように、見えないところの、ね、処理が大事ですね。綺麗にペラも一緒よね。レースしか見えんやろうけど、レースでは見えないところで選手はみんなプロペラだったり、みんな見えないところを丁寧に頑張ってやってます。これで持ち場できました。中は梱包しとるけど、外もちょっとこういう風に布で梱包し、クッションして持ち運びできるように、はい、できました。1個できたけん2個目いきます。
いつもはこれでネットフリックスが映画見たり韓国ドラマ見たりしながらやることが多いかな。それが私のゆっくり時間で、まあネットフリックスも私がよく見るけん旦那に見すぎじゃって怒られて、解約するってなって解約されて悲しい思いをしたことはあるんやけど、優しいけんまたやってくれて見ながらやってます。はい、2つ目もできました。あ、完璧やね。あ、全然見てバッチリどうでもいいって。はい、これで、はい、完成。あっという間だな。ちょっとこれから時間もまだ11時前なんで、まだまだいろいろできるんで、今日はこの可愛い色とこのこれで靴下を編みたいと思います。とね、私の中での編み物は子供が小さい時にやっぱり置いていくことが多くて、子供に何か残してやれるものはないかなって思った時に、やっぱり編み物でこう帽子を編んだりベスト編んだりすることで、まあ私の中の自己満だけど、子供にこう残せてやれるものがあったらいいなと思って、それですごい編むようにもなりましたね。で、今はもっぱらも子供も大きくなったんで、人に編むことが多いですね。こうちょっとうわーって喜んでくれる顔がすごい好きで編んで、渡してます。今喋ってる間にこうやって鎖目が10目できたんですけど、楽しいんやけど、これやったら家のことができんくなるけ、あと30分40分だけ編んで、今日は娘がナルトの最終日なんで、ご飯も作って待っていたいと思います。で、この靴下の出来上がりは、次宿舎で仕上げて見せるので見てください。バイバイ。おはようございます。今日はレースが終わって帰ってきた次の日です。私がこの前行く時に見せた靴下を編んでますっていう毛糸できたので見てください。これです、靴下赤色2つアウターから編みました。見て、かわいい。これをちょっとここキラキラに毛糸にして可愛くしました。こっちは赤で可愛く。だいたい宿舎でこうやって編んでます。で、今日は娘がワッペンつけてくれて、なんか新人の子はこうやってこの絶対この黄色とこのワッペンが7年未満はいるみたいで、私が好きなので、今日もまたミシンでこれつけていきたいと思います。見えますか？あっという間にこのくらいだったらできました。では今、下で娘がペラを叩いて練習してるんで、ちょっと様子見に行ってきます。ペラ小屋に来ました。紹介します。はい、どうぞ。5334の柏二子です。11月にデビューしました。よろしくお願いします。ニヤニヤしてます。家の倉庫をちょっと片付けてペラ小屋にしてます。今は何叩いてんの？今日の練習用に向けてペラ叩いてます。はい、はい、頑張って、はい。これがゲージ。これにしっかり合わせれるようになった方が大事です。今日はまだ時間があるけど、本番レースではこれにサッと合わせて、この一発で全然変わるんで、もっともっと早く仕事ができるように頑張ってもらいたいです。はい、頑張ります。はい、返事はすごくいいんです、柏二子さん。じゃあね、頑張ってね。ご褒美のラーメンが待ってるよ。はい、頑張れ。
今からラーメン食べに行ってきます。はい、ペラもできたし、仕事を頑張った結果、頑張ってなくても食べに行くかな、ラーメンは。じゃあ行ってきます。じゃあありがとうございます。チャーシューの小から、はい、失礼します。中華そばの小です。ご紹介します。私が中華そばの小で、こちらチャーシューの小です。これが徳島ラーメンです。いただきます。やっぱり美味しい。合うこのためにレースを頑張ってます。はい、食べ終わりました。美味しかったです。お腹いっぱいです。これから減量も兼ねて一生懸命練習に行くぞ。おー練習に来ました。ナルトです。はい、ちょっと皆様、はい、若い子、はい、一人ずつ、はい、こんにちは、井上春日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この二人のおばちゃん一人混じって練習させてもらいます。お願いします。じゃあ頑張ってきます。はい、あ、今走ってきてると思います。練習終わりました。今工事中のレース場、ね、この2人に揉まれて練習してびっしゃんこです。はい、ボサボサです。はい、みんな頑張りました。この2人も応援してください。しら今日は久しぶりにみんなが休みが揃ったので神戸に遊びに来ました。いろいろ食べ歩きしたいと思います。コロッケ2つください。はい、おいしそう。はい、はい、ありがとうございます。よし、まず1個目、ここ見えるかな。あ、これは揚げたて。ごめん、いただきます。あ、これ美味しい。熱々。美味しいね。ね、美味しい。あ、ジロットが来た。あそこにおる、父ちゃんが。南京町に来ました。食べて、減量して、また頑張るけん。食べるぞすごい、うわ、もう入り口からめちゃくちゃテンション上がる。よし、もうね、もう笑いが止まんない。テンション上がる。とりあえず一回全部回ってから、それから食べるのを決めようと思います。うわ、めっちゃ美味しそう。うわ、すごい行列。すごい、美味しそう。全部売った。はい、ありがとうございます。かわいい、くまチョコマンズ、あったかい。めっちゃいいとこ見つけました。射的得意、射的にしまーす。私はおかしい、A だったらね、そういう感じだったほうがいいです。もう一個です、もう一個。あー、もう一個。当たってるんでね、なんかちょっとあとちょっとで、ね。
ですよ。はい、本日の成果、イエーイ、頑張りましたよ。イエーイ。はい、また食べに来たよ。ラーメン大好きです。はい、来ました。ワンタン麺とタンタン麺とフカヒレラー、イエー、おいしそう。いただきます。あ、おいしい。うん、おいしい、おいしい。この湯気、わ、雪が降ってきた。はい、お昼の食べ歩き南京町はこれで終わりです。美味しかった。はい、今日は旦那の助手で、チーズを削ってくれということで、グリューイチーズとエタンメールチーズ、これを削って、それでこの牛乳と生クリームを使って何か作ってくれるみたいなので楽しみです。今からすります。旦那の方が断然料理も上手で、私も料理は好きなんですけど、これなかなか削れんね。もうこういうちょっと凝った料理はもう私にはもう全然、毎日帰ってきたら何ご飯なんだろうって楽しみになってます。食べてください。はい、いただきます。シェフ、シェフを迷う、シェフです。これが一応スープ用のソープ、はい、ソープ、スープ用。今日はレース前にナナちゃんが遊びに来てくれました。さっき取ってたチーズ、削ったやつがチーズのスープになりました。美味しそう。うわー、見て、サザエのエスカルゴ風でジュージュー言ってる。食べて明日から頑張ります。はい、これから、レース場で持っていく私のアイテムを紹介したいと思います。レース場で精一杯、気を張って頑張っているので、宿舎では好きなことをしてリラックスしたいなと思ってます。それで持っていくもののアイテムの一つとしてこれです。編み針です。編み物がとにかく好きで、もう何十年のキャリアがありますけど、この一つ一つでもサイズが違うので、これで毛糸に合わせて編んでいます。ちょっとだけ紹介したいと思います。これが、夏も編み物やってます。夏はこういうちょっと麻っぽい糸で編んでます。これもガマ口で可愛いカバーになってるし、レース場に行ったりするのに、持っていくカバンもこれも編みました。板を中に入れてしっかり使う時にボニョンってならないようにしてるし、中にも裏地をつけて、私好きな紫で、はい、ここもポケットもつけて使い勝手がいいようにしてます。めっちゃ可愛いんですよ、ほら。はい、それとまあこうやって冬になったらもちろんこういう帽子、こういうちょっとワッペンつけたら本物っぽくて、売ってあるものっぽくて可愛いし、ちょっとちょっとは気遣いしながらやってます。で、あ、これも編みました。これロングカーディガン、見えるかな。めっちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛い。こうやって宿舎では好きなことをしてリラックスして、自宅ではもちろん家族にいつもよく癒されて、そしてまた頑張れてます。ファンの皆様もいつも応援ありがとうございます。娘も出てきたし、まだまだ頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。